今、海上自衛隊で、最大規模の出雲片護衛艦に、F-35B ライトニング2 b を艦載機とする航空母艦化の改修工事が進められています。出雲片護衛艦のベースとなり先行して建造されたヒューガ、片護衛艦では航空母艦化改修ができなかったのはなぜか？ヒューガや伊勢は、ドローン空母化計画して、中国への圧力を増す作戦がいいような。中国もドローン空母を計画しているとの話も。日本の技術力は衰退と言われる方は多いですが、実は、世界屈指の最強技術をいくつも持ち合わせています。秘密兵器量産へ。2023年現在、海上自衛隊が保有する中で、最大規模の艦艇といえば、1番艦の出雲と2番艦の加賀の2隻を含む、出雲片護衛艦で、ヘリコプター搭載型の護衛艦を示す DDH という艦種記号が付けられています。出雲片護衛艦は、基準排水量が 19,500 トン、満載排水量が 26,000 トン、全長が 248.0 メートル、全幅が 38.0 メートル、深さ 23.5 メートル、喫水で 7.3 メートル、スクリュープロペラ ×2 軸、搭載能力は、最大14機の艦隊を持っている。しかし、航空母艦と呼ぶには、F-35 ライトニング 2B 型の最大搭載数は14機と、決して多い台数ではないが、海上自衛隊の艦艇では最大の規模である。出雲片護衛艦の主機関は、アメリカのジェネラルエレクトリック社製のガスタービンエンジンを、小ガグ方式で、2機ずつ4機搭載しており、1機あたり2万8000馬力あり合計で、11万2000馬力で、最大速力30ノットを誇ります。また、電源装置として、オモ発電機が4機搭載されており、合計で1万 4000kW の供給が可能で、原動機は、機関部と同じく、ジェネラルエレクトリック社製のガスタービンエンジンを搭載しており、護衛艦としては、初めて、戦艦電圧 6600V の高圧配電方式を採用しています。出雲片護衛艦は、ヒューガ型と同じく、全通式飛行甲板上の右舷側に、上部の建物を集約化された環境を備えています。この全通した飛行甲板のサイズは、長さ245メートル、幅が38メートルと艦艇のサイズとほとんど変わりません。ヘリコプターの発着スポットが5つ設定されており、最大で14機が艦内格納庫に収容可能で、夜間でも発着できるようにライトが埋め込まれているなど、ヘリコプターの運用に重点を置いていることから、収益時から国内外ではヘリ空母と分類されています。この全通式の甲板には、第1、第2格納庫、及び整備用の3つの格納庫が設けてあり、SH-60 キロ哨戒ヘリコプターが最大14機格納できますが、実際は SH-60 キロ哨戒ヘリコプターを7機と MCH-101 輸送、救難ヘリコプターを2機での運用となっています。出雲片護衛艦は、もともと他任務艦としての機能が要求されていたため、陸上自衛隊や海上自衛隊が運用している双発で、大型の CH-47J 大型輸送用ヘリコプターチヌーク回転翼機の運用が当初から想定されていました。この大型輸送用のヘリコプター CH-47J でさえも、艦内に収容できるように配慮されているということからも、出雲片護衛艦がどれほど大きいかということが想像できます。その巨大な艦艇の格納機に、収容可能な航空機のサイズはというと、まず、SH-60 キロ哨戒ヘリコプターが全長 19.8 メートル、全幅 16.4 メートル、全高 5.4 メートル、全備重量 16,650kg。そして、MCH-101 輸送、救難ヘリコプターは、全長 22 メートル、全幅 18.6 メートル、全高 6.6 メートル、全備重量 14,600kg。CH-47J 大型輸送用ヘリコプターチヌークは、全長 30.18 メートル、全幅 18.29 メートル、全高 5.69 メートル、自重 178,352kg です。それらの機体を格納庫から昇降させるエレベータが、出雲片護衛艦には、迷子に計2機が備えられており、全部は、
インボード式で、後部は環境後方右舷のデッキサイド式で設置されています。全部のインボード式が長さ20メートル、幅13メートルで、後部のデッキサイド式が長さ15メートル、幅14メートル、耐荷重が30トンで電動油圧制御方式を採用しています。現在、改修工事が進められている出雲片護衛艦の伊豆、元、加賀に短距離離陸、垂直着陸が可能なストブル形式の F35 ライトニング 2B 型を艦載機とすることが可能になり、その大きさは長さ 15.61 メートル、幅 11.37 メートル、重量27トン強の規模です。日本が調達を進めている F35 ライトニングアヤイトは、アメリカの航空機メーカー、ロッキード・マーティン社を中心とした企業によって開発されたステルス戦闘機で、日本を含む西側諸国が唯一調達可能な機体です。設計や建造を開始した時点では、出雲型護衛艦が F35 ライトニング 2B 型を艦載機とすることは決定されていなかったわけですが、浸水直前の2013年7月には、艦載機としての配備、運用も視野に、F35B の導入が検討されている旨をマスメディアが報じましたが、当時の防衛省は事実を否定していました。しかし、出雲型は、設計段階から、将来の F35B の搭載の可能性を考え、エレベーターのサイズなどを決定しており、今後のその可能性を見越した上で企画されたことが推察され、先見性を感じられます。そもそも、海上自衛隊では、航空母艦の保有を目指していましたが、その当時、専守防衛を掲げる理念の元海上自衛隊が航空母艦を運用することについては、政治的にも批判を受けることについて危惧していたのでしょう。こうした政治的な状況で、日本が足踏みをしていた頃、中国は国家の経済力を背景に、軍の装備の近代化とともに勢力を拡大させ、活動範囲を広げ、軍事的な圧力を強めていました。このような日本の置かれた安全保障環境の危機感から、航空母艦化計画がついに実現することになりました。これまでの経緯を踏まえれば、ここまで踏み込むことができたことは時代の変遷と言えるでしょう。2010年後半になると、出雲片護衛艦の航空母艦化改修が本格的に検討され、2017年には、建造業者であるジャパンマリンユナイテッド社へ、航空機運用能力の向上に関する研究が委託され、改修工事事業に着手しました。出雲片護衛艦に、無人航空機とともに、F35 ライトニング 2B 型の運用を想定した研修も行われたようです。そこで、本艦での将来的な運用を視野に入れて、2018年12月に閣議決定された防衛計画の大綱では、STVL 機を運用できるように本艦を改修することについて明記されました。そこで、攻撃的な兵器である、大陸間弾道弾、長距離戦略爆撃機、そして攻撃的な航空母艦は保有しないとしながらも、防衛に用いる航空母艦であれば、憲法や自衛隊の理念には反さないという、日本政府の見解が示されました。しかし、日本政府は、出雲片護衛艦の航空母艦化の改修工事が終了しても、F35 ライトニング 2B を、艦載機として、常時の運用はしないと、明言しており、従来通り対戦ヘリコプターを搭載し、F35 ライトニング 2B と併用して運用するとしています。出雲片護衛艦の航空母艦化改修工事ですが、2020年度防衛予算から改修費用をひねり出して着手し、1番艦出雲、2番艦加賀、5年に一度実施される大規模な定期検査を利用して、それぞれ2回に分けて改修工事が予定されています。まず、具体的には、1回目の改修で、全通式飛行甲板に、F35 ライトニング 2B 型戦闘機が排出する高温の排気熱に溜まられる特殊な塗装を施し、耐熱加工や電源設備の設置が行われ、インフラ設備が整えられることが決められました。航空母艦化改修工事と並行し、2023年度の防衛費の中には、艦載機となる F35 ライトニング 2B を6機調達することが盛り込まれており、海上自衛隊では、
F-35 ライトニング 2B を総数で42機の導入を予定しています。F-35 ライトニング 2B 型が最初に配備される拠点としては、宮崎県の航空自衛隊の新田原ニュータバル基地に配備され、必要に応じて航空母艦化された、出雲型に艦載され、2024年度からの運用開始を目指しています。日本で初めて航空母艦化の改修工事を進められている出雲型護衛艦ですが、このベースとなり先行して建造されたのが、海上自衛隊初の全通式甲板型護衛艦としてヘリコプター搭載護衛艦であるヒューガ型護衛艦のヒューガと伊勢の2隻です。ヒューガ型護衛艦の大きさは、基準排水量 13,950トン、満載排水量 19,000トン、全長197メートル、最大幅33メートル、深さ22メートル、喫水7メートル、高さ48メートルです。排水量の比で言えば、出雲型護衛艦のおよそ 70% 強です。出雲型護衛艦も、ヒューガ型護衛艦も、同じく、全通式の飛行甲板を備えており、空母といった外観ですが、飛行甲板から格納庫を結ぶエレベーターは、どちらも、前後に、それぞれ合計2機設置されており、インボード式が採用されています。ヒューガ型護衛艦のエレベーターは、やや小型で飛行甲板上にあるので、F-35 ライトニング 2B の運用が困難なため、出雲型のようにヒューガ型護衛艦に航空母艦化改修を行うには無理があったと考えられます。おお、隅型輸送艦の代替艦に、伊豆、元、加賀の F-35 ライトニング 2B 戦闘機運用の実績によっては、本格的な航空母艦としての運用、あるいは海上自衛隊初の強襲揚陸艦として、それらを代替運用する可能性も考えられます。